今の FC 琉球に足りないところというか、わしやな、わし、わしが足りない、魂や。まあ生意気言わせてもらうと、私いなかったら FC 琉球は10年か20年遅れてる。社長いなくなったら、スポンサーいなくなったら、サポートどうすんの。でもその中に、うん、俺関係ない、他のところ行けば、じゃあいらんって、お前らいらんって。ここが本当に昨日のために、FC琉球のために戦うやつだけ集まれば、面白いこともっとできるんじゃないかな。喋りすぎか、やめよう。かつて日の丸を背負って戦ったサッカー元日本代表ラモス瑠偉さん、先月 FC 琉球毎年恒例の全島サッカー1万人祭りにて、往年の代表選手たちが集うレジェンドマッチが開催され、ラモスさんは選手兼監督として出場するため沖縄を訪れていました。ずっと若田部でビッチャー沖縄大好きで、亡くなった妻が沖縄すごい好きで、私の中でやっぱ沖縄は大好きで、ふるさとだと思ってる自分で。立ち上げ当初からもラモスさんが関わっていらっしゃって、どういう思いで FC 琉球のクラブ。まあ生意気言わせてもらうと、私いなかったら FC 琉球は10年か20年遅れてる。2003年、沖縄かりゆし FC の元メンバーが中心となり発足したFC 琉球。かりゆしのテクニカルディレクターだったラモスさんも立ち上げに尽力しました。ラモスさん、チーム作ってくれないかって。それは本当ですよ。その選手たち食べさせるために自分たち仲間がいて、屋台を作って、あの焼き鳥屋とかさ、売ったりしたりするとか、酒とか、そのゼロからのスタートですよね。スポンサー見つかるまでね、少しみんなだけでも、本当に5万円ずつだけでも渡せるような、ちょっとこれから戦う、頑張ろうかなと思って。FC 琉球がサッカーで稼げなかった当時、ラモスさんはポケットマネーで選手たちを養っていたことも。じゃあこのメンバーが焼肉連れて、私はお弁当でプラスが、あのコロッケ1個とかさ、600円とかさ、自分でもそれ食べてる。じゃあ次がこのメンバーが焼肉とか食べ放題とかね。パッと見ちゃう、お前こんなに食うか、もうちょっと気遣ってくれ、遠慮しろ。あれから19年、県3部リーグから始まった琉球は今や J24 年目。現在は最下位と正念場を迎えるクラブをラモスさんはどう見ているのでしょうか。何かのきっかけです。1試合勝てば、パッ勢いでマットを行ける可能性が十分あると見えている私はね。その悪いチームじゃないんですよね。今月6日には八重瀬町にクラブハウス付きの練習場も完成。練習場、その環境がここまで整えたってことは、やっぱり嬉しいな。私たちが練習の時ももうとんでもないところで、まあ、11人集まらないところで8対8のところで練習やってるんですよ。ラモスさんたちがあの創設の時の環境から、まあ、徐々にこうあの改善されてきて、まあ、今、ね、練習場とかクラブハウスも八重洲町に完成して、まあ、次はやっぱりそのサッカー専用スタジアムをこの範囲に作るっていうところが、まあ、会社としては一番の目標にはなってますね。2016年から FC 琉球の代表を務め、現在は代表取締役社長兼会長の倉林慶志郎さんもラモスさんの DNA を受け継ぐ熱さを持ち合わせています。 FC 琉球のストーリーが素敵すぎて、私喋ってるからじゃない、中にいたからじゃなくて、深くて素敵すぎです。あのサポーターの人たちも感謝です。スポーツの世界に欠かせないのがサポーターの存在。ただ自分一人じゃないね、仲間がいて、選手たちがいて、支えてくれる人たちがいまして、
サポートの皆さんの当時が7人か5人だな、どこ行ってもやっぱりそれ感謝しなきゃいけないんですよ。人生が感謝です、恩返しだしかないです。自分のね人生ギルト人情です。ラモスさんで通りで何だんでクラブ創設前からのサポーター池間博明さんです。来ましたね、沖縄かりゆし FC 時代からサポーターの代表としてクラブを支えてきました。7人か9人でさ、ずっと5人でさ、目の中でもこういうの今のサポーテラソニー俺らのチームちゃうで、彼らのチームやで。ああ難しいね、これ見ると鳥肌が立ってますね。もう命かけて、ね、このチームのためにも働きたいなと、力になりたいなと、気持ちが変わらないです。あの選手たちの気持ち変わらないです。今の FC 琉球に足りないところというか、わしや、わしが足りない、魂やで。